はですね、進化をコンセプトにしてまして、去年もそのソーシャルゲームというものも、出ていたんですけども、今年はそのスマートフォンが普及したということで、よりリッチな表現ができるというところで、ソーシャルゲームの進化というところで、ブリーディは提供させていただいております。今まではシンプルな表現のゲームが多かったんですけども、スマートフォンが普及してきたということで、リッチな表現で、爽快感のあるゲームというのが増えてきています。でグリーデも、それら の、そのトレンドで、進化したゲームというところで、いろんなリッチなゲームが出てきて